子供を交通事故に合わせて相手から示談金を取る当たり屋事件が10月から12月にかけて山陰、関東、北海道で起きている。警察庁の調べによると、これまでに16件、被害金額は74万7200円に上っている。この当たり屋は男の子と幼児を連れた中年の男女で、父親とみられる男は高知県上郡、無職、前科一般、犯罪歴3回、大村武雄45で、去る20日、連れの女と共に群馬県警から指名手配された。子供は怪我をしたまま連れ歩かれており、命にも関わるので、警察庁では全国に徹底捜査を指示した。大村武雄、大正11年生まれ、高知県上郡吉田村で飯能業を営む家の6人兄弟の三男、5歳の時父を失う。17歳、あんことして大阪へ働きに出る。盗みを働き、少年審判所へ入所させられるが、やがて陸軍工兵として出征。昭和17年、中止で左手及び左鎖骨に貫通銃創を受け、岡山陸軍病院で終戦を迎える。戦後は四国各地で衣料品の行商。昭和28年、山本和代さんと結婚。31年3月、長男俊夫生まれる。現在10歳。谷口武子、昭和14年大阪市に生まれる。4歳の時武の養女となる。その後養母が2度再婚することになり、武子は4つの家庭を転々とした。昭和33年、18歳の時福井県で結婚。一時を設けたが、すぐに夫と共に大阪へ戻り、キャバレーに就職。昭和34年、キャバレーに来た大村と知り合い、夫と子を捨て同棲生活に入り、昭和38年、大村の子を産む。現在3歳。